佐賀サンライズパーク陸上競技場は佐賀県佐賀市の佐賀サンライズパーク内にある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は佐賀県が所有し、電通グループを中心とした特定目的会社である株式会社佐賀サンシャインフォレストが指定管理者として運営管理を行っている。佐賀県総合運動場陸上競技場として開場し、 2019年に現在の名称に改められた。1976年に佐賀県で開催された第31回国民体育大会か期周期大会のメイン会場として1968年から整備事業が開始され、1970年に竣工した日本陸上競技連盟第2種公認陸上競技場。1994年からは、 ジャパンフットボールリーグ所属の PJM フューチャーズが1996年6月にトススタジアムが完成するまでの間暫定ホームスタジアムとして使用。それに伴い照明設備の設置とバックスタンドの座席化を行った。また1998年には大型映像装置も設置された。2007年7月28日に行われた。 平成19年度全国高等学校総合体育大会の開会式会場となった。2011年5月からメインスタンドの耐震工事を軸とした改修工事が行われた。主な改修内容としては耐震化のほかにメインスタンド座席の戸籍化と大型映像装置の LED 化、ユニバーサルデザインの導入など、総事業費は約12億4000万円で、 2012年4月に完了した。日本プロサッカーリーグに加盟するサガントスが不定期にホームゲームを開催することがあるほか、練習場としても使用している。2012年まではホームスタジアムのトススタジアムが芝の張り替えのため使用できない毎年10月頃に開催されていた。サガントスが J1 に昇格した2012年シーズンでもリーグ戦3試合が開催された。 同競技場での J1 相当の試合は、1995年10月7日、開催のニコスシリーズ15節ガンバ大阪対名古屋グランパスと以来、17年ぶりであった。設備が老朽化していることに加え、佐賀県で開催される次期国体が開催可能な日本陸連第一種購入を得られないため、うっ練習場の整備や、走路の改修、書室等の整備と、 第二競技場の日本陸連第三種公認に向けた全面リニューアルを実施することが決まっており、2018年11月1日に県が決定した佐賀サンライズパーク施設計画において佐賀スタの愛称が与えられている。2019年6月1日から佐賀県総合運動場、佐賀県総合体育館を含めたエリアの名称として佐賀サンライズパークを使用することになり、 2019年6月1日から正式名称が佐賀サンライズパーク陸上競技場となっている。日本陸上競技連盟第3種公認の全天候型舗装トラック8レーンを有する。大型映像装置は1998年に新設2012年にリニューアルされた。当初はサッカーラグビー用の手書きパネル式スコアボードがバックスタンド中央部分にあったが、 大型映像装置設置後は使わないことがあった。現在は手書きパネルは撤去されている模様。ナイター設備は1995年に新設。4基の照明柱が各コーナーに立つ。スタンドは1万7000人程度収容で、コーナースタンド全部とバックスタンドの一部が芝布席。2012年のリニューアルでメインスタンドの座席は全て個別席に改められた。 サガントスの公式戦では、規定により芝生席を定員とカウントできないため、バックスタンドの両端がサポーター席に割り当てられている。トスフューチャーズサガントスの公式戦を除く。ありがとうございます。